厳しいトレーニングを積み重ね、鋼の肉体を持つプロレスラー。そんなプロレスラーは、体が資本の職業のため、学歴が低いイメージがあると思います。ところが中には、きちんと大学を卒業されている方もたくさんおられるんですよ。そこで今回は、意外と知られていない高学歴なプロレスラーを紹介していきます。プロレス仲間との雑談では、知っていると自慢できるような内容なので、ぜひ最後までご覧ください。中村慎介。まず最初に紹介するのは中村慎介です。所属していた新日本プロレスではデビュー最速、最年少で IWGP ヘビー級チャンピオンとなったスターレスラーですね。今ではアメリカの世界ナンバーワン団体 WWE で活躍されており、海外でも有名な日本人の一人として知られています。そんな中村の最終学歴は青山学院大学経営学部卒業、そして高校はあのプロ野球選手で名監督だった野村克也さんと同じ峰山高校でした。中村は中学の頃からプロレスラーになることを夢見ており、最初は中学卒業後プロレスラーになるつもりだったんです。しかしさすがに高校ぐらいは出てくれという母親の願いを聞いて高校に進学することになりました。高校に入るとプロレスラーになることを見据えてレスリング部に入部します。そこで主力選手として活躍し、インターハイ3位、全国大会2位という実績を残すことに。これでプロレスラーになれると思いきや、またしても母親から大学に進学するように諭されることになるのでした。実際中村も当時この程度の実績だとプロレスの世界に飛び込んでもクソの役にも立たないと思っていたようです。そして前述の青山学院大学にレスリング推薦で入学することになったのでした。ちなみに青山学院大学出身でプロレスラーになったのは今のところ中村だけなんです。レスリングで実績を積みプロレスラーになるならもっと有利な大学はたくさんあったはず。実際に日本体育大学からは特待生での勧誘もあったのです。なのになぜ青山学院大学を選んだのか、それは渋谷にあっておしゃれだったからというとんでもない理由でした。さすがはジ・アーティストと呼ばれるだけのことはありますね。そして大学では中村はなんとレスリング部の主将に抜擢されるのです。同時にプロレスラーになるために総合格闘技団体の話術研修会にも所属して練習を行っていました。そんな努力の甲斐もあって大学卒業後新日本プロレスの入団試験に合格してようやく念願のプロレスラーに。余談ですが中村は大学時代美術部にも所属していたんです。レスリングの練習で時間が取られてアルバイトができず、お金がなかったので授業がない時はずっと美術室で過ごしていました。中村のアーティスティックなスタイルはこの大学時代に生まれていたのかもしれません。剣道家臣。2人目の高学歴選手は剣道家臣です。悪魔仮面と呼ばれはちゃめちゃな言動や行動で今でも様々なマットで大暴れしている家臣。マスクマンである彼の正体は皆さんご存知、石澤時光選手ですね。家臣は圧倒的な技術力や独特のファイトスタイルで多くのファンから高い人気を得ている実力派レスラーなんです。プロレス以外にも総合格闘技プライドにも参戦されていました。そんな家臣の最終学歴は早稲田大学人間科学部卒業とすごい高学歴なんです。もともと家臣選手は青森県南津軽郡出身で幼少の頃からレスリングに打ち込んでいました。そのために高校もレスリングの名門厚生学院高校を選びます。名門高校のレスリング部に入部した家臣は国体で見事優勝してみせるのです。そして国体優勝の実績を持ってレスリング推薦で早稲田大学に入学することになるのでした。大学時代も全日本学生選手権3連覇を含む学生タイトル2冠を達成など輝かしい実績を残します。そんな家臣ですが実は彼も生粋のプロレスファンだったんですね。早稲田大学卒業後はそんな夢が叶って新日本プロレスに入団することになりました。当時コーチ役だった長谷博は筋肉の反射神経はプロレスラーに限らずいろんなスポーツ選手を見てきた中で抜群と評価するほどの逸材だったのです。さらに家臣は現在なんと慶応義塾大学の非常勤講師としても活動されています。講義内容はプロレスエクササイズと称した体育系の授業なんですが、そこは悪魔仮面、真面目な授業だけではなく街中でタックルされた時の対処方法やイノシシの捕まえ方といったバレたら問題になりそうな授業もやっているんです。この辺の無法っぷりも家臣ならではですね。さすがに知性派レスラーの面目役所、プロレスラーと講師の二足のわらじを使いこなしています。長州力。次に紹介するのはご存知革命戦士長州力です。全日本プロレス
新日本プロレスで活躍された説明不要の超人気レスラー、魂のこもったリキ・ラリアットと必殺のサソリ固めで数々のタイトルを手にしたスーパースターです。最近では滑舌の悪さでテレビ番組に出演されたり、ツイッターがバズったりと愛されキャラのイメージを持っている方も多いかと思います。そんな長州の最終学歴は専修大学卒業。専修大学といえば長州をはじめ長谷博、中西学、秋山純など多くのプロレスラーを輩出している有名大学ですね。そして長州はそんな名門専修大学のレスリング部に特待生で入学しました。それもそのはず、長州はスポーツが盛んな山口県桜ヶ丘高校の出身で、高校時代からレスリングでは超有名選手だったのです。高校3年生の時には国体で優勝、インターハイで準優勝と輝かしい実績を持っていました。そのために当時各大学同士で長州の争奪戦が起こっていたのです。ただ当時は現在と違い、特待生といっても待遇はよくありませんでした。当然合宿や遠征費は完全自腹なので、当時の長州はお金がなく、バイトを掛け持ちしながらレスリングの練習をしていたそうです。それでも長州のレスリングの実力はずば抜けていました。大学時代にはミュンヘンオリンピックのレスリング日本代表にもなっているんです。輝かしい実績を残して長州は専修大学卒業後は新日本プロレスに入団。同じミュンヘンオリンピック代表のジャンボ鶴田が全日本プロレスに入団していたこともあり、よく比較されていました。プロレスを知らない方からすると面白い人ですが、実はレスリングの超エリートだったのです。棚橋博士。4人目に紹介する選手は棚橋博士です。言わずと知れた新日本プロレスのエース。当時暗黒時代と呼ばれ低迷中だった新日本プロレスを現在の地位にまで引き上げた立役者です。試合後のエアギターや愛してますの絶叫でファンの心をわしづかみにしました。そんな棚橋選手の最終学歴は立命館大学法学部卒業と、こちらもかなりの高学歴。しかも前述の3人と違い、棚橋選手はスポーツ推薦ではなく一般入試で入学しています。もともと非常に頭が良く、高校受験でもトップ合格で岐阜県の大垣高校に入学しているんですよ。そんな棚橋ですが、実はもともとはプロ野球を目指す高校球児でした。しかもポジションは外野手兼控え投手で、当時珍しいサイドスローの選手だったんです。ただ現実は厳しく、プロ野球選手への道が難しいことを高校時代に突きつけられます。すると棚橋はプロ野球選手が無理ならそれを伝える新聞記者になろうと考えるのでした。この発想が棚橋らしいですね。そして1日12時間もの勉強を続け、見事立命館大学に入学します。棚橋は大学に入学するとなぜかプロレス同好会に入ることに。これは高校時代に見た小橋健太選手の試合に感銘を受けて、プロレスをやってみたいと思うようになっていたのです。そこからは体を鍛えるにつれて、プロレスをやってみたいからプロレスラーになりたいに変化していくのでした。棚橋選手は在学中に新日本プロレスの入団試験を受けに行きます。当然レスリングはもちろん格闘技の下地がないこともあり不合格。それでも諦めない棚橋選手は大学3年生の時に3回目の挑戦でようやくプロレスラーへの切符をつかみ取るのです。当時そのまま大学を中退しようとしていた棚橋選手ですが、長州力に卒業だけはしておけと言われ、大学卒業後に新日本プロレスに入団することになりました。それ以降は前述のように新日本プロレスのエースとして大活躍することになります。ただこの話には一つ裏話があるんですね。アマレスのエリートである長州力は学生プロレスに極度の嫌悪感を持つ人物だったのです。当時学生プロレス出身の棚橋はそのことを知っていたようで、ずっと隠していました。同じ学生プロレス出身の選手が長州にしごかれている姿を横目に。このあたりのクレバーさもやはり高学歴たるゆえんなんでしょうか。真壁刀義。次に紹介するのは真壁刀義です。新日本プロレスでは IWGP ヘビー級チャンピオンのベルトをはじめ、タッグベルトなど数々の実績を残すトップレスラー。その荒々しいファイトスタイルと叩き上げの苦労人気質が相まって人気の選手です。最近では甘いもの好きのキャラクタースイーツ真壁としてテレビにもよく出演していますね。そんな愛されヒールレスラー真壁も実は大卒なんですよ。しかもスポーツ推薦ではなく受験勉強を頑張り一般入試で合格しているので、今回ぜひ紹介させていただきます。
そんな真壁ですが、高校時代はひたすら柔道に明け暮れていた柔道少年でした。そして通っていた城山高校自体は進学校ではなかったことから、基本高校卒業後は就職するのが一般的だったのです。しかし真壁は大学進学を決意。ただ今の状態では大学進学が無理なことは真壁自身が一番よく分かっていました。そこで高校を卒業すると大学受験を受けずに予備校に通うことに。そこで1年間みっちりと猛勉強して帝京大学に一発合格するのです。一応一浪という扱いですが、まさに雑草魂ですね。大学に入ると真壁は学生プロレスの世界にどっぷりハマります。その時のリングネームがプリン真壁。当時から甘いものが大好きで、現在テレビで活躍しているスイーツ真壁のキャラにつながっています。そして当初は警察官になることを夢見ていましたが、大学3年生になるとプロレスラーになることを決意。ただ真壁とすれば一浪までして大学に入学していた手前、なかなか両親に言い出せませんでした。それでも勇気を出して父親にプロレスラーになりたい旨を伝えると、1年だけ頑張ってみろと承諾してもらえたのです。そして新日本プロレスの入団試験を受けると360人中2人という狭き門をくぐり抜けてプロレスラーになるのでした。ただ入団してからは本人が地獄の10年間と語る長州による凄まじいしごきが待っていたのでした。そんな地獄さえ耐え抜いてトップレスラーとなった真壁、大学受験でもそうでしたが、並外れた精神力の持ち主です。スワマ、今までの選手は大学卒業後すぐにプロレスラーになっています。ただ中には大学卒業後普通に就職してからプロレスの世界に足を踏み入れた選手もいました。スワマもそんなレスラーの一人です。全日本プロレスのトップレスラーとして活躍されているスワマ、強烈な必殺技ラストライドを武器に全日本プロレスの至宝3冠ヘビー級チャンピオンにも輝いたスター選手です。現在は全日本プロレスの取締役の一人としても団体運営に携わっています。そんなスワマの最終学歴は中央大学卒業です。中央大学といえばジャンボ鶴田選手をはじめ数多くのプロレスラーが誕生している大学ですね。神奈川県富士峰学園藤沢高校に入学すると、スワマは柔道部に入部することになります。入部当初はいじめられていたこともあり登校拒否寸前だったらしいのですが、その実力は本物で次第に頭角を現すようになりました。さらに高校時代には柔道で活躍しながらレスリングの試合にも出場しているんですよ。ただスワマ自体は当時特にスポーツや格闘技で食べていこうとは思っていなかったようです。そして普通に一般入試で中央大学に入学すると、そこで本格的にレスリングを始めることに。するとレスリングでも並外れた実力を発揮し、中央大学のアマレス部では主将を任されることになります。レスリングの実績を評価されたスワマはそのままクリナップにレスリングで就職することになりました。この時スワマはオリンピックを目指していたのです。しかし残念ながらスワマの階級がオリンピックの種目からなくなってしまいました。そこで長谷博にスカウトされて全日本プロレスに入団することになるんです。この時スワマはなんと27歳。そこからトップレスラーの地位にまで上り詰めるのはさすがの一言です。リュウ・ゴーマ、異色のプロレスラーリュウ・ゴーマの学歴を紹介しないわけにはいきません。先に最終学歴から紹介すると、東京大学法学部卒業なんですよ。東京大学の法学部といえば難関中の難関。もちろん東京大学に入学するぐらいですから、高校も神奈川県偏差値1位の栄光学園高等学校の出身なんです。そんなゴーマがプロレスラーになるきっかけとなったのは東京大学での学生生活中でした。東京大学では極真空手部に入部していたんですが、ある時一橋大学のプロレスサークルから勧誘を受けることに。その結果、もともとプロレスファンであったゴーマは学生プロレスを通じてプロレスラーになることを決意するのでした。ただゴーマのすごいところは、プロレスラーを目指しつつも中学生の時からの夢である弁護士の資格をきちんと取っているんですよ。つまりゴーマはプロレスラーでありながら弁護士でもあるのです。現在でも弁護士法人ネクストに所属して弁護士活動もされています。そして弁護士だけでも十分生活できるのに、あえて現在もプロレスラーとしてリングに上がり続けているのです。その理由はプロレスが好きだから。ちなみに弁護士試験は2回不合格になっているのですが、その弁護士浪人生活中にこそっとユニオンプロレスに入団していました。なのでプロレスラーの方が弁護士になるより先だったようです。今回は意外と知られていない高学歴なプロレスラーを紹介していきました。一昔前まではプロレスラーといえば中卒の選手が多かったのですが、現在は
大学まで行かれている選手もたくさんおられます。特に外国人選手になるとさらにすごい学歴の方も。その他にも皆さんが知っている高学歴なプロレスラーの選手がいましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。これからもプロレス界の面白いエピソードからマニアックな話題まで、プロレスファンに響く動画をお届けしていきますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。